おはようございます、しんのすけでございます。さあ、今回も金沢、神奈川県金沢にありますねシーサイドプラザをお邪魔してますけれども、俺たちのパチスロ、俺たちのエウレカやっていきたいと思います。で、結構6号機の入れ替えがこうどんどん進んでいく中で、サラリーマン番長2、鏡っていうところを僕一番6号機で打ってるんですけれども、まあ、それ以外のところでちょっと打てるところを開拓していこうよっていうところを思いました。ちょうどお盆ぐらいですね。で、打てる僕向きの台何かなって言った時に、結構視聴者の皆さんだったり、あのファンの方だったりが、シーサーエウレカ打ってみたらどうなのっていうところでね、結構多くの声をいただいたので、この機会にですね、ちょっとパチスロ公共支援エウレカ7-3を打っていきたいなっていうふうに思ってます。で、エウレカ2、あとは5号機のエウレカですか、初代のエウレカともどもね、あの結構打ってきました。 AO だけは全く打ってないんですけれども、あのエウレカ1、2ともに打ってきたという中で、エアリアルラッシュも継承されてるっていう話ですんでね、あのちょっとそのエウレカの良さっていう、新しいエウレカの良さっていうところをね、今更ながらでございますけれども、やっていきたいと思いますんで、あのおそらく皆さんのが圧倒的に詳しいと思いますんで、あやいのやいのツッコミを入れながらですね、あのちょっとあれこれおかしいよとか、あこういうのもあるよっていうのがあった場合はですね、コメントの方にぜひとも書き込んでもらいたいなっていうところで、ちょっと初打ち臨みたいと思います。よろしくお願いします。勝手に揃うやつだ、やりました。やっぱ白の方が弱いんだよね、白の方が弱いんだよね。さあ、今回は俺たちのパチスロ公共紙片エウレカ7-3、パチスロ公共支援エウレカ7-3打っていきたいと思います。いや、ようやくね、ついに6号機だよねさあ打っていきたいと思いますけれども、で一応ね、多少の予習はしてきたんですけれども、マイナスに多少の予習はしてきたんですけれども、ポイントの周期抽選が行われるタイプらしいですね。で、俺たちのエウレカ、おそらくご覧になっている皆さんの方が詳しいと思いますので、もうそこはそうだぜとか、ああだぜとこうツッコミを心の中で入れながらですね、ご覧になっていただけたらなと思います。ちょっと意味が分かんないんだよね。ハズレだと、これで20、これ増えて減って、これが一緒になったら抽選かな、でリプレイ引いたらおしまいと。これは通常画面は3人で買い出し行くところかな。128ゲームまして、弱チェリ弱スイがそれぞれ1回ずつ。これエウレカ2の感覚で言うと、もうやべえなこの台っていう。ってことだね。これよく分かってないんだよね。まあでもこうわちゃわちゃしてた方がなんかやってる感はあるよ。あ、リプレイ1回で終わりってことかな。ひどっ、ひどっ、なーにー。はい、でカウントチャンスと、でこれが終了条件だね。おいで、い
で、まあ引いてみればいいんだな、ベル引いてみればいい。ああこっちがこう来たと。次は G のマイナスでまた60の25になるかな。ああ合ってる合ってる。70の30になる。ああ合ってる合ってる。お、なんか何ベールは2倍になった。ああ惜しいね。でリプレイかける1でおしまいだから、これでおしまい。ようやくルールが理解できたね。当たっとるよ。やべ外したなこれ。さては外したな。右がすごい絶好調。お、はい、5回目、272で、そうこうしてるうちにこっちのカウンターが条件満たしそうですね。で周期到達すると聞けば、この周期別に1周期目は何パー、2周期目は何パー、あと設定別に1周期目設定されたら何パーみたいな感じで当たるらしいんですが、だいたい4分の1から6分の1当たることが難しい、当たらないことの方が簡単な数字みたいです。数字みたいです。お、さあ記念すべき初めてのポイント周期と、あ、わーじらすね。おいおい、あ来た。でチャンスって出て、こっち写真撮っと、記念すべき初周期到達。どうした？びっくりした。弱いね、青だから弱いね。 KLF、 あ意外とあっさりしてんだな。ポイント周期来ると意外とあっさりしてんね。あニルバシモード、ふぅ、内容弱いだろこれ。どうせ弱いだろ。ああ、これだけど2だったら熱かったけどな。この相手は、この相手2だったら熱かったんだけど。はい、22ゲーム目ね、周期溜まったから。ね、ねじゃねえし、やり申した。はい、これ1周期目で当たったってこと。投資が6本、313ゲーム。あ勝手に揃うやつか。やりました。
やっぱ白の方が弱いんだよね。白の方が弱いんだよね。ガーシキューダーイエーあ、これいきなり聞けちゃうんだ。これはダメなやつね。ガーシやば、全部聞けんじゃん。やばくない？これデイズにしよう。何これ、勝利期待度 1% って聞けば、なんかその上がるパーセンテージはループストック的な感じみたいですね。ハズレリプレイで上がる可能性があるんだけど、結局ループストックに外れた場合は、だからこれベルじゃねえんだよ、ベルじゃねえんだよ。あー、リプレイ揃うとジャックインで2回できるっていうね。なるほど。なんかここ4号機っぽいね。なんか14枚払い出されてるな。8枚、あれ、なんかベル14枚と8枚あるね。わかんねえ。あ、これがハズレの目だね。このリプレイの鍵型がこれハズレ目だね。さては、で残り弱回数1って出ましたね。リプレイ揃っちゃったらあいにくな感じ。あ、これは外れ、はい、上がる、うん、ルール分かってきたよ。あ、ほら、押し順が合えば14枚なんですよ。14枚、ナビなしでベル揃った時はで、これはハズレだから上がる、うん、オッケー。もう 50% いきゃ、俺にとってはもうね、50% では十分でしょ。しかもまあまあ出るじゃん。もう280枚出てるんだわ。ほら、すごい、300枚は取れちゃった。すごいね。え、毎回300枚取れんの？結構取れたよね。ね。で、51%。はい、この絵はもうすでに2人の間に子供ができた後の絵ですからね。愛に満ち満ち溢れてます。51% だろ。51%。303がジエンドに勝てば勝利と。お、ちょっとやばいな、うん、よかった。いいぜ、いっけまあ、増差もないですよね。 51% あれば事足ります。はい、ふー、はい、順風満帆でございます。すごいタイミングから始まったね。
熱いなこの音。はい、エウレカ2で弱水化といえば内部的な状態をアップさせるための抽選が色濃く行われたんですけども、果たしてこのエウレカ3は何が行われてるんでしょうね皆さん。え、お、でこのエウレカ3は、まあ、3ってついてるだけあったから知らんですけども、スペック3と呼ばれるモード、最上位モードに上がるとまあまあな勢いで出るっていう話なの でスペック3入れるためにはボーナスを3つ重ねるっていう話らしいです。なのでスペック3っていうのをね味わいたいですよね。ファイナルチャンス、ファイナルチャンス、何何何、すごい、ペダルがなくなっちゃうなんてすごいレボーダーなんですね。このタイミング、このタイミング、このタイミングっすか。あ、終わった終わった。あ、そううまくはいかないよね。こいつだ、乱れる、大切な資料よ、触らないでちょうだい。なるほどね、本当この最初の周期で当たってれば負けないですねこの台ね。どうやら今ので350枚ぐらい出てるんだよね。で結局使ったのが300枚いってないでしょ。これどうした、引き戻し的な、いやセット数的な。ああこれで有利区間スタートね。で必ずこのカウントチャンスから入ると、ベルか、ああうまいね、新之助うまいんじゃない。あ、チェリーでも、あ、でもかける2倍入ると。あーなるほどね、あーなるほどなるほど、これはちょっとショートアロー連打ですね。これはもうショートアローガンガンに打ち込んでいきましょうよ。このカウンターなんですか、カウンターチャンス、まあ正式名称は書いてあると思いますけれども、ああ行ったね、ついにカットバックドロップターンが成功する時が来ましたね。イエスサイドカウン、カウンチャンス、カウンチャンスですね。あ、そっか、こう書いてあるじゃんね、ジャックカウントチャンスプラスカウントチャンス書いてあるじゃんね。ここでレアク聞けるやつは本当強者ですな。いやベーン惜しい、あー終わった。今うまくやれた、うまくやれた方、これはもう皆さんに提唱したいと思います。まだカウントチャンス自体僕3回4回しかやったことないですけど、カウントチャンス中はもう
ショートアロー間違いない。今ね、後ろにエウレカ3、まあまあ詳しいカメラマンがついたんですけど、左から出たデビルフィッシュ、 AT レベルが高い時に来やすいらしい、次当たった時に。出てんのに右適当しちゃダメだよね、俺もね。はい、85弱スイカ。ただまあスイカがリプレイフラグですんでね、3-2の時は確か払い出しあったと思うんですけど、今回スイカリプレイになってるんでね。これでもう条件は満たしたね。はい、スイカで周期抽選。おお、びっくりするんだよこれね。だから強烈アーク引いた後のステップアップがここで継承されてるんですかね。うわ、さっきニルバーシュ行ったのに行かねえ。お、あちぜちょっと難敵ですね。やっぱエウレカ3はさ、すいません、え、2000分の1ぐらい、2000分の1、5400分の1で、うん、第3停止押した後プッシュボタンを押して、うん、12分の1でロングフリーズなんですよ。おお、12分の1、結構くるね。かつ、うん、プッシュボタンを押してセブフラなればフリーズ確定です。うプッシュボタン、ここね、第3ね、オッケー。バー狙うの、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 行くよ。やりました。でダメか、ダメ、あー惜しい。もう勝ちだね、勝ちだね。ふう、やりふう。ちょっと今のは一周決めかどうか分かんなかったね、結果としては。でいいんだよね、うん、でこれさすがにハイパービッグ、さすがにハイパービッグかな。うわー、赤7じゃねえんだ。うわー痛い、これは下手だ。中断チャレンジコーラリアン確定でもないよね。だよね、そういうとこあるよね、エウレカってね。うーん、だここ頑張んなきゃいけないんだよね。やばっ。まあでもこういう数字の時こそ叩きどこだよね。そん
のさ 50% とか叩かなきゃダメじゃん。逆に期待度 15% とかもう6分の1で当たんないよっていうところを指してこそのやっぱパチスロ打ちですよね。19%、 5分の1。バスクロ行ってないな。赤、赤どう、赤どう、ほらこれがパチスロの醍醐味だからな。お前らいいか、そんな 60%70% 当てて俺らとか言ってんじゃねえぞ。はい、このねやっぱね誰でも気軽にドヤ顔できるってのはいいよね。次は例の303というか AT レベルが高いですねこれね。はい、すげー純粋ワンちゃんね。え、ファイナルチャンスは。あ、さっきも303だったな、そういえば。さっきも今気づいたけど、さっきも303だったな。でここプッシュして先ほどはコインホッパーエラーになったけど、あー来ると思ったよ。来たぜー来たぜー。エウレカ2はとにかくリプレイ以外を引けばよかったんだけど、これはどうかな、この例の音鳴るのかな。行くよ。あーちょっと違って、あ、この後か、ここでレバーでテレレーテレレーか。いくよ。あ、言わねえんだ、言わねえんだ。これ走ってっから、走ってっからどうか。 OK レッツゴー。なるほど、100体倒せばいい。なるほど、セクシー。おい、あ、揃え、あ、押し順的な。コーラリアンクラッシュ、オッケー。コーラリアンクラッシュ、レッツゴー。コーラリアンクラッシュね、オッケー。コーラリアン、コーラリアンクラッシュ、セクシー。ここ押し順、あ、ダメだ、これダメだな、多分揃わない。うん、コーラリアンクラッシュ。危ない、これは違う、出せよ俺。セーフセーフ、コーラリアンクラッシュ、セクシー。危ない、コーラリアンクラッシュ、セクシー。ノー、コーラリアンクラッ、ノー、セー、コーラリアンクラッ、フー、ダイナマイトからのクラッ、フー、セー、コーラリアンクラッ。おっと、いいんじゃないかい、どうだい、いっけー、ねるべる、スイカ、オラカッ、さあセクシー、コーラリアンカッ、危ない、せー、オラカッ、危ない、
いいねいいねこれね。うん、プレイバック何ですか。あーこれはすごいね。エアリアルラッシュやるとプレイバックされるやつってこと。終わんないじゃん。ひどいひどいんだけど。お、アクセス。これをチャンス無料です。やりふあ、ミルバッシュになった。あ、さっきミルバッシュだった。エアリアルチャンス。エアリアルチャンス。かっ。エアリエ、あ、コーラリアンクラッシュって書いてあるよ。もうおじいちゃんもいい加減にして。コーラリアンか。コーラリアかセクシー。コーラリアか危ない。コーラリアかセクシー。で、ボーナス。ボーナス。あ、これか。エウレカ7-3がいかに出てるかってこれか。もうブーストかかっていく感じなんだね。なるほどね。これ高設定じゃん。こんな落ちないっしょね。これか。これがセブンチャンスだな。なんか頂きスラッシュみたいでしょ。ねえ